立憲民主党今井正人と国民民主党後藤祐一に税金泥棒と批判殺到。本日、立憲民主党会派の今井正人と国民民主党の後藤祐一が持ち時間の大半を使って週刊誌をネタに、片山さつ月大臣に対して質疑を繰り返しました。こちら、 片山大臣はすでに週刊誌の報道に関しては裁判を起こすと明言しており国会で扱うべき問題ではございませんまた片山大臣が作ったカレンダーについても批判されていたんですがこういったカレンダーなどのグッズを国会議員が作るのは ほとんど当たり前のようなものであり、講演会の会員などになりますと、そういったものがもらえたり、寄付をしただけでももらえたりと、国会議員のグッズをもらったことがある方いらっしゃると思うんですが、この今井さんと後藤さんはそういったグッズを作ったことがないんでしょうか。そもそもですね。 こういったくだらない週刊誌をもとにああだこうだと騒いでも何のメリットもございません。現在、立憲民主党と国民民主党に関しては、文科省の汚職事件、裏口入学に関わった議員が党内にいることが明らかになっており、1日3億円の税金を使って、 週刊誌がああだこうだと言っていたと国会議員のグッズについて質問を繰り返すのであればまずはあからさまな犯罪行為に関わったお二人の党にいる国会議員に対して疑惑を追求するべきなんじゃないでしょうか本当にですね自分たちのお仲間が 悪いことをして、それを隠すために、非常にくだらないですね。週刊誌のもう報道と呼べるのか、怪しいようなものを引っ張り出してきて、時間を浪費させ、他の政党に、他の議員に、立憲民主党や国民民主党の問題を追及させない。これは非常におかしな話であります。 彼らが本当はですね、本来は、自分たちの問題を自分たちで解決する、事情能力があれば、こういった批判もしなくて済むんですが、実際にはそうではなくて、他人にはとことん厳しく、自分たちにはとことん甘く、犯罪行為であっても何であっても、すべて許し、隠し、逃げる。これが彼らの本質であり、 このような人たちに日本の政治を任せることはできませんので皆様今後行われる選挙では立憲民主党には国民民主党には今井雅人さんには後藤雄一さんには絶対に投票しないようお願いいたします以上になりますご清聴いただきありがとうございました